しようかな。うん。お話。
めっちゃいい試合やん。めっちゃ面白い。宮田ある。やっぱモエが多いと。ナイスタック。もうだってドリームチームのスクラムあるもん。世界ナンバーワンよ。世界の作りやけん。ナイスタック。ナイス。あ、乗ってんの。しゃーない。でももう萌えのタックルやん。これ最悪。ナイスナイス。コロコロ。あのえあいやいや長い長いピンちゃんゴーピンちゃんゴーピンちゃんナイスゴールは必ず決めます千葉フェンスリードソメアエリピピンちゃんのお姉ちゃんとお兄ちゃんの友達がマジか。それは全然関係ない。どうでもいいけどすごいね。世間世界ストグルビートソメアエリコマの成功7対0で地元が勝つのリードです千葉ペガサス対東京フェニックス7対0千葉ペガサスリードです。もや頑張れかわいいかわいい救急生とかないよし、ナイスキャッチ。もうナイスキャッチ。後半からの選手の入れ替えです。千葉ペガサス4番中村浩子選手に代わりまして7番笹原志也選手が代わりました。また東京フェニックス11番久保光選手に代わりまして7番佐野佳林選手が10番桐田君山下選手に代わりまして9番高橋沙羅選手そして6番塩崎優選手に代わりまして3番日向愛選手が入りました。あーもう椅子に並べちゃう感じね。ほいーセンターだね。センター大変。あこっちあれやピーちゃんピーちゃんピーちゃんでも無事すぎるえらい角度で持ってかれたもんだ。え、治水館の金島ジュリア。あ、あはやジュリアちゃんね。お名前
ス選手の入れ替えです。12番レイスティング・レイアトア選手に代わりまして10番サスキア・モーガン選手が入りました。あいかさん、一流は場所を選ばないって言うけど、一流でもない。
ちでもね。ちでもね。東京フェニックス選手の入れ替えです。今天野由紀選手に代わりまして1番鈴木美咲選手が入りました。そういうやつ。萌え頑張れ。そうそう、寄り気味でいいよ、寄り気味。萌えが持ってます。羽の生えとるやつよ。あの馬に馬に羽が生えてる。そう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 。角のない羽生えたやつ馬に。どうもさようです。マッチナンバー21カップトーナメント準決勝、千葉ペガサス対東京フェニックス、ご覧のように12対5千葉ペガサスの勝利です。